もいつもお世話になっております。今回は、再生編4層後半の解説動画になります。いろいろなやり方があるとは思いますが、この動画は、ギミックの理解に重点を置いた動画になります。それでは、まずマーカー1と基礎知識から。マーカー1はこのような感じです。このボスは時間を操作します。まず、ディレイスペル。次に詠唱する魔法を送らせて着弾させます。デバフの秒数を確認し、着弾タイミングで最適な行動を取りましょう。次に、ディレイスペルリターン、リターンじゃ。これはデバフの残り秒数が0になったプレイヤーの場所を記憶し、リターンというデバフに変化。リターンの残り秒数が0になったら、先ほど記憶した場所へ戻されます。リターンじゃは、2回位置を記憶します。最後に、リターンのデバフに変化し、デバフが0になった時点で、スタン状態になり、先ほど記憶した場所へ戻されます。また、スタンを受けるときに向いている方向で戻されます。あと、特徴的なところとして、デバフがたくさん出てきます。これは口述しますので、ここでは割愛します。それでは行きましょう。ヘルジャッジメント。全員、HP が1になります。ショックウェーブパルサー。全体攻撃です。リプやアドルを入れましょう。ディレイスペル。次の詠唱が遅れて着弾します。ダークウォータガはダークエラプション。ウォータガは、キラ2人に、頭割り、4-4で分かれて受ける。エラプションは、全プレイヤー対象に遠範囲攻撃なので3回しますが、ディレイがかかっているので、すぐには来ません。ダークエラプションはウォータガ足すデバフ発動。先ほど来なかった方が来て、このタイミングで、先ほどのウォータガはエラプションが来ます。アンヤの舞踏に、詠唱完了時に、ボスから最も離れているプレイヤーに向かって飛びつきの範囲攻撃し、ワンテンポ置いてボス中心からノックバックします。MT は、サークル内に、他はサークル内にいましょう。デバフ発動。二つ目のディレイのウォータガはエラプションが着弾します。ショックウェーブパルサー。全体攻撃です。時間圧縮、ジョ。これは、砂時計とデバフの複合ギミックになります。色は、赤色、黄色、青色の3種類で、ジョで出てくるのは、赤と黄色になります。また、砂時計は、時間経過で溜まっていき、3段階溜まったら、色に応じた攻撃をしてきます。ジョの詠唱が完了すると、外周の黄色を真ん中にして赤色が6つ出現します。赤色は、時間経過で、一番近い人に、ダークストリーム、ビームを放ちます。ただ、ボスのスピードの詠唱により、3つずつ左右に並んでいる赤色を正面に見て、真ん中に、ヘイスと黄色線、その左右どちらか、ランダムに、スロン、紫色線がつき、発動速度が変化します。つまり、ヘイスとの赤色、何も繋がってない赤色、スローの赤色の順に、時間差ができます。さらに、それとは、別にプレイヤーに付与されたデバフを処理していくことになります。その付与されるデバフは、ディレイスペル、リターン、全員に付与、戻されます。ブリザが、DPS 2人に付与、ドーナツ範囲が着弾します。15秒の早ブリザガと、28秒の遅ブリザガがあります。ファイが、DPS 2人に付与、円形範囲攻撃です。15秒の早ファイガと、28秒の遅ファイガがあります。口述しますが、刻印でバフがつくため、ビーム処理はできません。シャドウアイ。ヒーラー2人、またはタンク2人に付与。2つ目のビームと、ほぼ同時に着弾します。発動時に、シャドウアイデバフのプレイヤーを見ていると、血の宣告デバフがつきます。ウォータが、ヒーラー2人、またはタンク2人に付与。一番最後に発動する4-4で受ける頭割り攻撃です。破滅の刻印。ビーム、ファイガ、シャドウアイ、ブリザガのどれかに当たると付与、二度付けでで血の宣告に変化します。つまり、2回ビーム処理することや被弾ができません。続いて処理方法です。いろいろな方法があると思いますので、我々の固定の一例を挙げてみます。スピード。ボスが、砂時計に対して、スローとヘイストを付与。ダークストリーム足すデバフ発動1回目。1つ目の砂時計から、ビームが最も近い PC に放たれます。ブリザガの人が誘導します。DPS についたファイが、ブリザガのどちらかが発動。早ファイガなら上下、
ブリザガならそのままビーム誘導。ダークストリーム。3つ目の赤色カラカラビームが砂時計に最も近い PC に放たれます。ヒラはマーカーに立ち、ずっとその場にいて、他の人はその間にいます。同時に視線が来るので、そのままボスを向いて殴っています。ディレイスペル、リターン発動。タンクは黄色からのノックバックを先頭で受けなければならないので、先頭が痛い、少し黄色寄りで殴ります。位置が記憶され、リターンというデバフが付与、リターン発動時にこの場所に戻されます。ダークストリーム多数うつろなるがいい。黄色から巨大円範囲を避けつつ、タンクは3つ目のビーム誘導し、オソファイガならこの時に発動するので捨てに行きます。オソブリザガはそのまま中央にいれば OK。 リターン発動。スタンして動けなくなり、先ほど記憶された位置に戻ります。うつろなる悪意。黄色からノックバック。ダークウォーターが2面を対象とした頭割りが発動。44で受けます。それでは実際に、はい、デバフ確認。オソブリザが担当で、ハヤファイガは上下、タンク視線ですね。ヘイストがかかっているやつのビームを誘導します。左右の優先度は、D1 から D4 のなので相方はキャス。黄色見て、左のビームを誘導します。ヒラマーカーで、他は間で殴ります。タンクは、やや黄色時計寄りで、視線の時だけ、外周、黄色方面向きます。予兆を避けて、中央。タンクはビーム誘導。リターンで戻されて、ノックバックから頭割りで終わり。ショックウェーブパルサー、全体攻撃です。リプやアドルを入れましょう。アポカリプスシングル。中央から白玉が発生し、外周を回り始めます。回り終わった後に、その順番に白い円範囲が着弾し始めます。カタクリスム。ボスが向いている方向に向かって飛びつき、そこから超巨大円形範囲。ブラックヘイロー。無敵受けでスイッチしています。最初に中央が爆発するので注意。中央が爆発したら中央へ移動。シェルクラッシャー。ランダム対象の頭割り、痛い。スピリットテイカー。すぐ3回して処理します。アポカリプス着弾最後。一周してボスしたのがもう一回爆発するので、中央へ移動を忘れないようにしよう。ショックウェーブパルサー、全体攻撃です。リプやアドルを入れましょう。時間圧縮。はリタンジャ、フレア、ホーリー、エラプション、エアロガが追加されました。しかしここではたくさんのデバフがつきますが、処理方法としては3パターンしかないので、覚えてしまえば簡単なフェーズとなるでしょう。そのパターンなのですが、デバフの捨てる位置により外周、マーカー、中央の3つに分けられ、自分の持ち場に置くだけです。担当の3回なのですが、ヒラタンと DPS でデバフが分かれるので図のように分けます。まずグループ分けします。外周ですが、捨てるデバフはエアロガとフレアだけです。最外周に置くだけです。次にマーカーに置くデバフはエラプションだけです。最後に中央に置くデバフですが、視線、ブリザガ、ホーリーがあります。少しだけ注意点があって、図の絵柄に自分の担当するエリア側に置きましょう。離れすぎるとホーリーの頭割りが足りなかったり、ブリザガのドーナッツ範囲が狭くなります。この中央のマークに乗るのおすすめです。これらの処理パターンですが、それぞれデバフに時間差があり、3回に分けて発動します。またそこにリタンジャなどが絡んでくる複合ギミックになります。今回からリタンジャなので2回戻ります。つまり戻った先がデバフ発動3回目の位置になるため、最初に位置を確定させるのが最も遅いデバフの処理位置になります。しかし一つ注意点があります。思い出してほしいのですが、冒頭でリターンで戻るときはスタンされると言いました。つまり今回視線攻撃も入っているため、最後のリターン時は必ず外周を向く必要がありますので注意してください。1回目捨てる。ブリザガは中央、エアロは外周、置く位置が確定しました。次はフレアは外周、視点ホーリーは中央。向きは気にしなくてもいいから中央の模様状に乗ります。最後にエラプをマーカー状に捨てます。スタン来る前に外周を向くのを忘れない。
時間圧縮、は。着弾が、頭割り全体攻撃、たくさんデバフがつく。ディレイスペル、リターンジャ発動。発動時の位置を記憶1回目。リターンジャ発動、リターン付与。発動時の位置を記憶2回目。スタン来る前に外周を向く。デバフ発動1回目。付与時に中3秒のデバフが発動。リターン発動。デバフ発動2回目。付与時に中7秒のデバフが発動。デバフ発動3回目。付与時31秒のデバフが発動。アポカリプスダブル。今度は白玉が2つ出現。今回も中央からスタートし、それぞれが外周へ動き、対象の状態で回っていく。カタクリスム。アポカリ着弾開始。中央が最初に爆発するので、外周へ避けておく。爆発したら中央へ。宵闇の舞踏に。栄章完了で、ボスから最も遠い人に飛びつき攻撃。宵闇の舞踏に、栄章なし。ボスから最も近い人に飛びつき攻撃が来るので、MT がサークルの中に入り、他の人は多少離れておきます。ダブルのタンクの外周誘導の動きをお借りしてきたので、入れておきます。シェルクラッシャー。ランダム対象の頭割り、背面集まりましょう。スピリットテイカー、散開します。ショックウェーブパルサー、全体攻撃です。リプやアドルを入れましょう。時間圧縮、9。着弾が頭割り全体攻撃。時間圧縮、9、DPS 式の解説をします。9は、青色の砂時計と、リターンジャ、多くのデバフの複合になります。まず、青色の砂時計が3つ出現し、時間経過で、メールシュトロームという砂時計中心の円形範囲をしてきます。これも、闇の巫女が、スピードにより、発動に、3段階の時間差をつけます。デバフに関しては、すでに出ているものばかりで、さらに、長期の3パターンしかありません。しかし、デバフの処理のため、2手に分かれないといけません。そのため、マップの上側、下側で優先度を作り、分かれて処理します。注意点は、タンクヒラと DPS で、大きくデバフが分かれるが、DPS にエアロガがついた時は、4人で、優先度を持って上下に分かれなければいけない。タンクヒラは、もともと2択なので、上下を決めておくことができる。1番目の砂時計の位置で、最も最外周に待機します。ディレイスペルリターンジャを置いたら、2枚目の位置へ行きます。リターンジャを置いたら、3枚目のところへ移動し、1番目のメールシュトロームの当たらない位置で外周向いて待機。1番目の砂時計に行き、外側だけど、水風風より中央へより、ディレイスペルリターンジャを置きます。2枚目の位置へ移動し、リターンジャを置きます。そのまま、3枚目の位置に進み、1番目のメールシュトロームの当たらない位置で外周を見て待機します。1番目の砂時計に行き、外側だけど、水風風より中央へより、ディレイスペルリターンジャを置きます。2枚目の位置へ移動し、リターンジャを置きます。3枚目の位置に分かれて、1番目のメールシュトロームの当たらない位置で外周を見て待機します。砂時計とデバフ。優先度により、北と南に分かれます。1番目に移動、水風風デバフ持ちが外周。ディレイスペルリターンジャが来たら、3番目の砂時計へ。視線持ちが外周。リターンジャ置いたら、図の真心ラインへ移動。あとは、勝手に戻って、最後エアロガで飛ばされて頭割り。マーカー、砂時計確認。1番目のマーカーに分かれます。外周行きますが、水風風じゃないので、ちょっと内側。視点なので、2番目側へ。3
さらにちょっと移動して外周向いて待機。リターンが発動して最後にエアロガで吹っ飛ばされて頭割りです。ショックウェーブパルサー全体攻撃です。リプやアドルを入れましょう。アポカリプストリプル、中央から1つ、外周から2つの光の玉が回り始めます。中央からスタートした玉は外周2つとは逆回転をします。中央からの光を追いかけて曲がった方と逆がノックバック先になる予定です。そのまま端っこからボス下に合流し、中央が爆発したら中央側に行き、ノックバック方向を調整します。アンヤの舞踏に、アンヤの舞踏に栄翔なし、ノックバックです。図のようなアンチへ滑り込みましょう。ショックウェーブパルサー、ブラックヘイロー。時間圧縮、シュー。とても痛い全体攻撃。全員に、ディレイスペル、クワイタスが3つが付与されます。クワイタス爆発1回目。付与されたクワイタスが3つ爆発し、2万ダメージほどが、3秒おきに2、3個まとめて爆発します。ヒーラーさんがとてもきついところですが、ここまで来たのに死んでしまうのはもったいないので、軽減等はよく話し合った方がいいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。